ってみて。あ、ひーちゃんなんか歯に防具つけてる。どうした？なんか装備した？ほら、あーしても見えないから。ほら、銀歯になったの。どうしたこれ？装備したの。はい。あと防具屋さんで防具買って装備してたんだよね。え、時にこうやって。大変だね。で、ガムを魚に引っ掛けて、うん、こうやって寝るの。ちょっとやってみて。この感じ。毎回外すの、あれ。これを毎回、うん、あれはずっとつけっぱなし。これは寝る時とかに1日できれば10時間ぶっ続けてできるだけ。これさ、寝返り打てなくない？慣れるって。で、このさっき奥歯のところ、この銀色のところあるじゃん、うん、こことここに輪ゴム引っ掛けて、ここに引っ掛けると引っ張られるんだよ、うん、その状態でずっとやる。これをだいたいみんな早い子は 2,3 ヶ月だけど、まあ、半年とか。プチプチで気持ちいい。結構大変だね。ねえ、これプチプチで気持ちいいんで触ってみ。ここ。どこ？ここ昔知った。あ、ほん、ここはね、フィルトがね、うん、プニプニできます。顎つけてこう。あの、ちょっとこれハタになってた。こう。こんな感じ。かっこいいの、これ。かっこいいじゃん。で、これは輪ゴム。輪ゴム100個以上入ってる。100個以上100個以上。これを貼り付けるの、ここに。これ、このゴム、これをなんか曲がってるでしょ、うん、そこをこれをこうやって引っ掛けて、うん、こうなるじゃん、うん、それを貼り付けて、うん、ここに引っ掛けて寝る。けど自分でできるなら自分でやってみてって言ってる。偉いね。歯が甘い。かかにあさりいるんです。ほら、あ、本当だ、ゴムいっぱいだ。シャコ、うん。あ、でもこの発育からのコントロールだね。うん。今はこれね、下の頬の歯が出ちゃってるからさ、ちょっと矯正するけど、まあ、歯並びも多分綺麗にできると思うんだよね。やっぱね、歯並び綺麗だと笑った時可愛いからね。うん。じゃあ頑張ろうね。うん。春日は歯の矯正があります。に、最初にまずここにゴム引っ掛けて、コアラです。あ、コアラちゃんじゃん。はい、いくよ。あーん、ここにね、うん、ゴム引っ掛けるところがあるの。あ、そう。これそうだけどね、それで引っ張ったら、うん、フックになってるの。うん、これをピロン、うん、で、もう一個。大変だね、こんなのつけてねんの。あーん、うん、あ、そうやるんだ、うん。はい、これで OK。 え、こんだけ？そう、こんだけなんだけど、ほら、ここに輪ゴムが2つあるじゃん、うん、で、上の顎を引っ張ってるんだよ、手前に、うん、だから、こういう組み合わせがこうなるっていう。へー。これを1日10時間ぐらいつける。これ外れないの、このピンク。今ゴムでこう押し付けてる状態だから。ひーちゃんどう？でも、いや、寝づらそう。もちろんね、寝てる間に取れちゃうこともあったりするから、うん、そういう場合はもちろん、それがひどい場合は昼間も頑張ってつけるしかないよね。喋ってみて。だだ、こっちの歯が痛い、つけてる時ちょっと引っ張られるんだろうな、うん、これさ、歯がそこぐらついてきたらできないね。そう、だから歯が抜けるタイミングでちょっと一回そこは休止したりっていう。これさ、3時につけてたらさ、お菓子食べないんじゃない？天才の発想。カカカ入れて、カカカ。これで寝れるのかな？ちょっと交互期待だね、これね。寝るんだよ。今日寝れる？寝れない。じゃあ運びます。重重くなったけど、父も大きくなったから。はい。おやすみ。おやすみ。お茶飲むのも大変だね、寝るときね。こう、ね、そこの隙間からになっちゃうな。こうやって、うん、寝れるかな。
防御力さんの歯の矯正装置。弱いよ。でも可愛いでしょ。なんかこれつけてるひーちゃん可愛いんだよね。嫌だ嫌だって言いながらちゃんとつけてないよね。寝てる時ママ何回も何回も直してるから。ディレ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 ディで装着してよ。ちょっとデコキャプだね。3人で寝れませんよ、ひーちゃん。わお。3人だと狭い狭い。ママの肩がいかれちゃう。はるか明日学校だし、部活あるしな。じゃあひーちゃん、父のお人形あげよう。じゃあ絶対ひーちゃんが喜ぶもの持ってくるから。ひーちゃんが絶対喜ぶ。いた。なんだ。3、2、1。そんな明るいの持ったら寝れないだろ。ぎょ。懐かしいね。小学生の春に買ってあげて、マイクラのライトボトルじゃないか。お、飲んだ。解毒できた。ニカ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 。寝れないよこれ。明るくて。これ持ってたら寝れる？なんか目的にもう父いらないみたいな。これもらったらもういらないって言ったでしょ。絶対喜ぶ、うん、懐かしいの持ってきたね。寝れないですけど、こっちがママどうせいつも12時ぐらいまで起きてるから平気っしょ。じゃあおやすみ。おやすみ。バイバイ。その顔は。じゃあひーちゃんって真っ暗にしてみるよ。せーの。パリラー。